CME グループツアー選手権最終日20日ティブロン GC 米フロリダ州6556ヤードター72渋野ひな子の海外挑戦1年目が終わった米国女子ツアー今季最終戦の最終日は雨風に襲われる荒れ模様の中2バーディ3ボギー1トリプルボギーの76トータル2オーバーの49位タイで終え悔しさが込み上げた この1年間を象徴するような1日だったといい自身の2022年シーズンは3月のシンガポールから始まり翌戦のタイでは8位タイ翌月にはシェブロン選手権で4位タイその2週後にはハワイで優勝争いの末に2位に入ったシーズン前半の貯金があったからとそこまでは順調なルーキーシーズンだったと振り返る だがその後は徐々に調子を落とし連続予選落ちの浮き目に遭う国内での一戦を含め人が変わったかのように成績も下降6月末には体調も崩した7月も2戦連続で予選落ちところが英雄女子オープン前衛では最後まで優勝戦線に残り3位それでもなぜ3位に入ったかわからないとこの成績の根拠がわからない 以降もプレイの内容は満足のいくものではなく最後までもがき続けた。いいところもあったけどそんなに覚えていないと悪かった面がまず思い浮かぶ。いろいろレベルアップしないと来年こそ無理。ちょっといろいろ考えますと反省点ばかりが口をつく。メジャー大会2戦で優勝争いをしたとはいえそれを拭ってしまうマイナス面が心に重くのしかかっていたと打ち明ける。 米国最終戦の最終日はコンディションが厳しかったとはいえミスが多く後半は下を向きながらのプレーが続いた。徐々に調子を上げて臨んだ米最終ラウンド。一年間を表すような締めくくり。残念な感じと最後まで悔いの残る戦いに厳しい評価だ。夢の舞台と憧れを抱いた米ツアーでの奮闘。来年はシード選手として戻ってくる。 この悔しさをバネに2023年は新しい渋野日向子になって再挑戦を続けていく渋野日向子48位米ツアー1年目はポイントランク36位で来季シード獲得もすべてにおいてレベル低い米女子ゴルフ7打差からの逆転を目指した畑岡奈紗23アビームコンサルティングは80と乱れ通算イーブンで41位 古江彩香22、富士通は通算 3, 3アンダーで25位に上げた。76だった渋野ひな子24、サントリーは通算2オーバーに落として49位。佐藤優香21は通算8オーバーの最下位の59位だった。リリアコニュージーランドが通算17アンダーに伸ばし、初日からの首位を守る完全優勝。 今季3勝目を挙げ、女子ゴルフ史上最高額の優勝賞金200万ドル2億8000万円を獲得。3度目の年間女王になった、渋野ひな子の米ツアー挑戦1年目が終わった。優勝はならかなったが、ポイントランク36位で大1のシード権を獲得した。最終ヤールは2バーディー、3ボギーに1トリプルボギー。 トリプルは11番パー4で第1打を風に煽られて右林に入れ次打は後ろに出すだけその後池にも入れた昨年12月の予選会9シリーズを20位で突破して米ツアーのメンバー入り4月のロッテ選手権2位や8月の英具全英女子オープン3位などもあって早い段階でシードを確保しただが後半戦は予選落ちが続き悪いとしか言いようがない 前半の貯金があったから良かったが全てにおいてレベルが低い本当に何もできなかった後半はしょうもなかったなぁと振り返ったただ米国内の長距離移動は体力的には全然問題なかったサポートしてくれる人もいっぱいいたしと体験したことは貴重な財産いろんなところに行けてめっちゃ楽しかった来年はもっといろんなところに足を踏み入れてみたい ナイアガラの滝とかと思い描いた今週の日本ツアー最終戦 LPGA ツアーチャンピオンシップリーハ杯宮崎に出場し今年の最後を締めくくる女子ゴルフ最高200万ドルを獲得したリリアコがタイトル総なめコラム LPGA ツアーの今シーズン最終戦 CME グループツアー選手権でリリア子が優勝し女子ゴルフ史上最高の200万ドル約2億8000万円を獲得した昨年の東京五輪で銅メダルに輝き今季3勝を挙げた子は第2次黄金期に突入したようだすごくドキドキしましたが落ち着け落ち着けと自分に言い聞かせましたとこ 終盤まで今年位タイでスタートしたアイルランドのレオナ・マクガイアと競り合ったが上がり3ホールで2連続バーディを奪い栄冠に輝いた14歳でプロの試合で優勝し天才少女と騒がれた子は今年25歳になったデビュー当時は出れば勝つ状態で手のつけられない強さ2015年に男女を通して最年少で世界ランク1位となったがその後はやや失速 第一戦で活躍を続けてきたがあの頃の勢いはなくなっていたしかし今シーズンは22試合に出場し優勝3回他に9回のトップ5入りを果たし LPGA ツアーの顔に戻ってきた最終戦の賞金総額700万ドルは全米女子オープンの1000万ドルを下回るが優勝者に支給される額が 総額の28.5%。通常の大会は15%のため、全米女子オープンで勝ったミンジー・リーが獲得した180万ドルを上回る200万ドルを獲得した。これでツアー通算19勝。各試合の成績をポイントに換算して競う。 ベース CME グローブでただ一人3000ポイント台を稼ぎ出して年間女王に輝いたほか最小スコア記録ベアトロフィーも68.988で1位プレイヤーズ・オブ・ザ・イヤー年間最優秀選手賞のタイトルも獲得今期だけで435万4403ドル約6億1000万円を稼ぎ賞金女王にもなるなど各賞を総なめにした プレイヤー・オブ・ザイヤーやベアトロフィーいずれも2度目の受賞を再び取ることができて、さらにこの大会で優勝できたなんて夢みたいです。家族とチームの前で勝てて格別です。シーズンをこういう形で締めくくれてすごく興奮していますが、これで少しの間お休みが取れるのも嬉しい。オフの間に頑張って、また来年たくさんバーディを取りたいです。 25歳になった天才少女は、至福の表情を浮かべた。なお、日本勢は、古江彩香の25位タイが最高。前日まで優勝圏内にいた、畑岡奈紗は、最終日に80と崩れ、41位タイに終わった。また、渋野ひな子は、49位タイ、佐藤優香は、59位タイで、4日間のトーナメントを終了している。